よろしくお願いします。何を喋るのかな。今日は、任せていいんですか。いいですか。ちょっともう緊張して上手に話されへん気するんですけど、あの猪狩さんのチャンネルでさっきコラボ動画撮影させてもらって、え、もう回ってんのこれ。はい。あ、もう回ってんの。いや、言ってよ。私のチャンネルゆるゆるで始まるんです。こんな始まり。はい、そうです。私のチャンネルでは猪狩さんに私が聞きたいこと、はいはい、を何個か考えてきたので、はい、それで一緒にトークしたいなって思います。あ、わかりました。はい、始まってんの。始まってます。よろしくお願いします。今日めっちゃ豪華なんです。私のチャンネル初めてですよ。ちゃんとコラボレーションって。 ありがとうございます。チャンネル持ってる方と。ほんま、あの一人目が俺ですいません。いや、ありがとうございます。本当にみんなめっちゃ喜ぶと思います。懸垂の猪狩さんです。よろしくお願いします。お願いします。ライブもお疲れ様でした。お疲れ様でした。同じ日多いですよね。多いやんね、うん、結構ね。いいですか、早速。はい。NG なしトークということでいいですか。いきなり、はい。そんな最初全然何も普通です。最後にはあんねんな。大丈夫です。聞く機会なかったなって思ってたことなんですけど、はいはい、スキャンダル最初どんなイメージでしたか。あー、これもほんま正直喋っていいんやんね、はい、いいです。ほんまの最初正直は、うん、やっぱちょっとエロい目で見てたね。え、そうなんや、うん、そうなんですね、うん。え、いつから知ってくれてましたか。ね、M ステとかに出てた学生の時ですかね。時かな、うんうんうん、その時に、うーわ、かわいいってやっぱ思うやん。そうなんや。まず、最初はめちゃくちゃかわいい子がバンドしてるって思ってたから、やっぱ最初はエロい目でちょっと見ちゃいました。すいません、これは正直。そうなんですね、はい。結構交流させてもらうようになって、うんうん、どんなイメージとかありますか。ああ、だから俺は、めちゃくちゃ可愛い子がバンドしてるんじゃなくて、バンドしてる子がめちゃくちゃ可愛いんやっていう感じになってきた。なんか、なんやろな、結構そのバックヤードでもおしゃべりさせてもらうやんか、うんうん。いや、猪狩さんがめちゃくちゃ話しかけてきてくれるから、なんかそういうミュージシャン本当に少ないんですよ。ああ、そう。なんか自分たち4人で固まってることが多いから、 あんまりこう話しかけにくい瞬間も多分あると思うんですよ。 そんな中でめちゃくちゃ猪狩さん仲良くしてくれるから、いや、ほんまに嬉しくて。そもそもね、なんかあの一番最初は飲んでる時に、うんうん、マミちゃんと多分会って。あ、そうですよね。マミと何回かご飯行ったり、そうそう、ご飯も行ったり、まあ何人かで飲んだりとかして、で結構お酒飲むねんけど、うん、マミちゃんでも全然潰れないし、うん、強いですよね。潰れないどころか、その上げ下げもないのよ。あ、まあ、ずっと普通で、はい、なんか毅然としてるやんか、うん。でなんか3時ぐらいになって、明日大丈夫って、うんうん、朝早くないのって言ったら、明日武道館なんですけどって言って、え、武道館なの、その日か明日ってなって、え、明日武道館でこの時間まで飲んでんのって、まあ、俺聞いたんや、はい。まあ、結構深夜やったから、ね、はい。そしたら、いやいや、もうあのいくら飲んでも大丈夫なぐらい死ぬほど練習したんで絶対大丈夫です。そんなん言ったんやって言ってて、はいはいはい。で俺それで、うわ、かっこいいこの人めっちゃかっこいいやんってなって、はい。で、正直そっからスキャンダルをしっかりバンドとして見たら、うんうん、もう演奏とかさ、グルーヴとかさ、うーわ、激アツやん、でそっから話したいなと思ってみんなに話しかけてたって感じ。ミュージシャンになんかかっこいいとか言われるのって特別嬉しくて、あ、なんか本当にずっとフェスにも呼ばれない時期もあったし、あ、なるほど。うん、なんかずっと4人ぼっちやなみたいな気持ち持ってる時間が長くて、ああ、そう、はい、めちゃくちゃ、うんうん、なんかすっごい嬉しかったです。こう仲間に入れてくれる感じっていうか。いや、もちろんやで、多分みんな思ってると思うねんけど、うん、やっぱもうなかなかその女の子のとこに、まあ、そうですよね、男がやっぱ男社会で言うて、うんうんうん、なかなか行かれへんねんな。でもみんなそう思ってると思うし、俺それこそデッドポップの時かな、はい、一緒にポイちゃんとライブ見てて、うん、クロスフェイス、うん、クロスフェイスなんてもうスキャンダルともう真反対の音楽やんか、で見に行こうやって、あ、行きますって普通に見ててんけど、もうこう持ってる飲み物、うん、スキャンダルで盛り上がりすぎて、うん、こうやって
バーンってもうジャーンって自分でかかってあーとかなってたで。そんなことあったんですね。一人であーいやーめっちゃいいですやん。嬉しい。でも多分話したことないんですよ。そうですね、しっかりはないですね、うん、なんかなかなか話しかけれないのと思う。そうですよね。特に私に話しかけにくいって言われます、いろんな人に。あ、そう。はい、私あんまりお酒飲みに行かないっていうのが多分あると思うんですけど、うん、自分もいろんなとこにこう馴染みに行くのちょっと緊張しちゃうなっていうのが。なんか俺この関西弁が俺はめっちゃめちゃ落ち着くけどね。いや嬉しいです。すごい、俺は勝手に喋りやすいと思ってます。めっちゃ嬉しいです。なんだよ。ちょっと今の話とちょっと似ちゃうんですけど、はい、その中でもリナのイメージとかありましたか？そうやな、ちょっとじゃあほんま傷つかんといてな、はい、傷つくよ。すぐプライド高そう。あーめっちゃ言われる。なんでなんやろ。いやなんかな、プライド高そうっていうか、うん、なんかちょっと孤高の存在感あんのよ、はい、うん、言われる？言われます。なんか4人仲良いしさ、はい、4人でよく一緒にいんねんけど、りなちゃんだけなんかこうまとってるものが、うん、ちょっと違うなって。めっちゃ言われる。いやじゃあ本当にそうやと思います。ある意味なんかそうなんや、うん、なんかその女の子ってさ、まあ、ちょっと嫌な言い方するけど、うん、バンドやってたりするとさ、うん、ちょっと舐められたりするけど、あ、はいはいはい、絶対あるやんか、うん、そういう時に人一倍お前絶対やっとるからな見とけよとか思ってんのがりなちゃんっぽい。あーなるほどな、うん、なるほどな。なんか多分そういう時期あってで、その男性に負けないようにフェス出るぞっていう気持ちの作り方っていうよりかは、うん、なんかちゃんとガールズバンドとしてなんか女性としてバンドしたいっていう気持ちがめちゃくちゃ強くって、はいはいはい、なんかそういう自分でいようってすっごく強く思ってるんですよね。なるほど。で多分今はなんかもうちょっとまろやかにうまくできるようにはなったんですけど、うん、それがなんか変な尖り方してた時はめっちゃあったやと思うんですよね、うんうん、でも全然変な尖り方じゃないで、うん、そのちょっとなんか近寄りがたいっていうのは俺はすごいプラスやと思うの、うん、あなんかオーラがあるっていうか、うん、なんかそういういい方、うん、なんかそっちの方がエロいな、ね、そこに繋がるんや。いやじゃあエロいごめんね、はい、エロいが俺の最上級の褒め言葉。いやありがとうございます。トリプルアクスとかもそうですけど、猪狩さんってバンド仲間めっちゃ多いなっていうイメージ、うんうんがあって、人懐っこくみんなに行ける人柄とかもあると思うんですけど、なんかアウェーやなって感じることとかありました？今まで。あ、最初はめっちゃあった。そうなんや。どの現場もそのやっぱ例えば CD1 枚2枚とかしか出してなくて、うん、こういういろんな人が出るようなフェスとかに出させてもらった時はもちろんアウェーやなってめっちゃ思って、うん、でこれをホームにしていこうっていう考えの方がまあ強くなんねんけど、うんうん、例えば俺らの界隈で行くと、うん、なんかハイスタのケンさんがいて、うんうん、グラフマン敏郎さん、はい、エルレの細見くんとかが3人でさ喋、うん、ってたりする、うん、ほなそこさ若手が行くのって結構難しいやんか。 でも俺は一番喋りにくそうとか、うん、一番状況を打開しにくそうなところに、うん、一番最初に行こうって決めてるのよ。あ、偉っ。だからあそこ行きにくそうやなっていう場所があって、ここの人と仲良くできなさそうやなっていうところに一番最初に飛び込む、うん、で覚えてもらってっていうのの繰り返しかな。なるほどな、うん、バンドでもそうやし、なんか普通の男女の飲み会とかでも俺盛り上がってない席に座る。あー、で絶対にいい感じになるように頑張る、うん、ポツンってなる子がいないようにみたいな、うんうんうん、だからリナの隣に座ってくれてるドラマグルーヴみたいなのないの？あードラムで話せる友達か、うん、チャイのユナちゃんとか、男の子やったらあのホーリミのコウヘイくんとかは、はいはい、もうめっちゃ仲良しです。あ、そうなんや、うん、
もう公平なんかもう一発狙ってると思うで。いやないですないです。あのお互いあのアルコール飲めないんで、お茶飲んで。確かに。そうそうそう。で台湾とかもしたんで。曲ってどうやって作ってるんですか。曲俺一人で作ってる。もう思いついた時に貯めていくんですか。そうそうそう。あとはもうできない時はほんま南の島に逃亡して、うん、その浜でポローンってやってる。それで解決しますか。結構解決する。うちは全員が詞曲もボーカルもするんで。それやばいよな。思いつくものをそれぞれ作るのはもう自由にできたりするんですけど、はいはいはい、狙うっていうのがめっちゃ苦手で、そう、ちょっとだけ悩みますそこは。なるほどね。でもさ、俺も喋っていいの、うん、もちろんです。ドラムやん、はい、どうやって作んの。ちょいちょい DTM をやってたりとか、あとは基本言っても歌詞が多いので私は、はいはい、歌詞をもうたくさん書いてメンバーに振ってメロディーつけてもらったりとか。歌詞書けんの。歌詞が本当に好きなんです。好きな。めっちゃ大好きです。音楽聴く時もまず歌詞を読みたくて、この人どんな言葉書くんやろって見るのがめっちゃ好きで。あ、そうなんや、はい、おもろなんですよね。正直やねんけど、日本語の曲とか聴いてても、うん、あんまり歌詞聞こえてない。なんかそのメロが聞こえてるから、あんまりそういうのないねんな。めっちゃ分かれますよね、そこ、うんうん、私はもう言葉を聞くのが本当に楽しいんですよ、音楽聴くとき。だからライブ見るときももちろんメンバーが見れるとかはあるけど、私 MC が一番楽しみなんですよ。マジ？はい。何話すんやろこの人って思うんです。前やっぱそんな人いんの？おらんのかな。リラは本当に MC が楽しみ。やっぱり言葉を大事にしてるからってことやね。そうですね。あと人柄がやっぱめっちゃ見えるじゃないですか、うんうんうん、なんかそこで、あ、こういう人が作ってるからこういう曲なんやなとかって繋がった時にめっちゃ音楽楽しいってなるんですよ。はー、そうなんや、はい、ちょっと全然考えたことなかったな、うん、でもなんかその言葉とかじゃなくノリとかテンポの良さでいいじゃんって、それで曲完成させられるミュージシャンもめっちゃリスペクトします。あんまり得意じゃないのね、はいはいはい、自分が、はい、できないことをね、うん、なるほど。もう一個ちょっとセンシティブなんですけど。センシティブ、はい、もう無理やなって思った時ありますか、バンド。あるある。あるんや。ガンガンあるよ。だって今同じぐらいですよね。15年ぐらいですよね。ジラも今16年目なんで。先輩。いや、だから今年で16です。あ、なるほど。同じぐらいですよね。どういう時にそうなったんですか。あー、一番でかかったのは前のベースボーカルとトランペットが抜けたから、うん、はい、やっぱその時かな。うん、でそのベースボーカルがメインボーカルやって、うんうん、で俺も歌ってたけどそいつの方が歌ってて、うん、でそれが抜けた時はもう普通にヘイはやめようと思ってたから、続けるつもりなかったんやんか、うん、でその時は一番きつかったけど、うんうん、まあいろんな人に言われたり、うん、もう一回奮い立たせてみて、うん、やってみて無理やったらやめようみたいな感じでゴーしてんけど、うん、その時はきつかった。うーん、やっぱり最初前のベースボーカルの方がいいとか言われたり、普通にお客さんが減ったりとかやっぱ普通にあったから、それはしんどかったかな。うーん、すごいな。だからメンバーが変わったりしてもまだそのバンドとして続けてるバンドってほんますごいなって思う、うんうん、多分無理やなって思うんですよ自分は。そうやな。多分休止とか脱退っていうのがなくて、うん、うちらは、うん、やり続けるかやめるかやなって思うんですよ、ね、すごいよな、はい、でもそれも。でもさ、俺もセンシティブなことだけど、はい、まあ、女の子やし、はい、その女の子としての幸せっていうのもあるわけよ、うんうんうん、でさ、それがさ、みんな一遍に来てさ、うん、で、みんな一遍に一回お休みして、で、みんな一遍に、うん、もう一回頑張りましょう、うんうん、だからいいけどさ、うん、時期なんて分からんやんか。そうですよね。それが順番に来てさ、うん、結局活動どうすんねんとかってなるのが結構難しくない？難しいと思います。女の子としての幸せを選んでいいのか、うん、こう
バンドとして、うん、みんなでやってるねんからっていうのとさ、うん、その辺で揉めたり しないの？いや、揉めることは全くなくて。あ、ないんや。なんかそれぞれ自分が結婚したいとか出産したいとかパートナーができたってなったら全然いいねってみんな肯定するタイプ、うんうん、なんかそれ以前に一番の幸せが結婚だけじゃないメンバーなんですよね、全員が、はい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 、もちろんみんなね、それぞれのタイミングで恋愛してたりはするけど、うんうん、あ、恋愛とかしてるんや、普通に。というの、これ言っていいの？言ってもいいです、別に。あ、いいんや。全然、なんかあんまり恋愛のこととか聞いたらダメやと思われるんですよ。いや、それ思うよ。でも全然普通に自然にいたいなって思います。はい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 、いいね、はい、素晴らしい、超バンドマンじゃないですか。いやいや、だからその時が来ないと分かんないですけど、うんうん、なんか私結構一回止まっちゃったら今の自分のとこまで再会した時に持ってけんのかなっていうのがあって、だからできるとこまで思いっきりやりたいっていう気持ちの方がある。なるほど、熱いね。ですよね。うん、めっちゃ熱いし、俺はもうそういうマインド大好き。あ、そうなんですね、うん、いや、よかったです。 YouTube 始められた時に、うんうん、発信してバンド界もうちょっと盛り上がったらいいなっていうのを話してたじゃないですか、はい、それすごいなと思って、なんか自分のバンドのことだけでもみんないっぱいいっぱいってなるのに、その全体のこと考えながら動いてるのすごいなって、うん、いつも思ってたんですけど、なんか最終どんな風になったらいいなとかあるんですか？やっぱなんか人気のあるバンドがポンポンって勝手に活動してるっていうか、個々の活動してるっていうんじゃなくて、俺らのジャンルとかって結構その意思を持ってシーンとかカルチャーを作っていくっていうイメージじゃないかな。一つのバンドがポンって人気出て、じゃあ東京ドームでできますってなったところでなんかあんま意味なくて、うんうん、なんかこうストリートカルチャーをグイって全体で持ち上げるっていうか、うん、まあスケボーとかもあるし、タトゥーだなんだとか、そういうファッションとか、そういうストリートカルチャーがこういう、じゃあこういうとか言ったかな、こういうまあいいか、うん、こういう体制なロックとかポップスにストリートカルチャーが大勝利した時が俺の理想で、なるほどな、俺もポップス好きやし、うん、もちろんアイドルとかも全然好きな人多いねんけど、うん、それよりもストリートカルチャーやばいってなった時が理想かな、うん、なんかあるんですか？なんやろう。でもガールズバンドの続け方を、うんうん、こういうスタイルも一つあるよっていうのは、うん、なんか自分の人生通して残していけたらいいなと思ってて、やっぱり男性が多いけど全然女の子として楽しみながらテンション上がる洋服着てヘアメイクして、はいはい、好きな言葉遣いで、はい、かっこいいけど柔らかいムードもしっかり持ちながらステージで生きられるっていうスタンスを残していけたら、なるほど、いろんな人もっと出てこられるんじゃないかなって思ってて、はい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 、それは思いっきり表現できてるんちゃう？うん、なんかもう思いっきりやろうって今は思ってる、うんうんうん、できてると思う。いや、嬉しいです。し、あのスキャンダルを見てバンドを始めてるっていう人すっごい多いと思う。いや、めっちゃ嬉しいですね。それも一つの目標だから、うん、そこはほんま俺はリスペクトです。いやー、いい話をありがとうございました。こんなんでいいんですかね、これほんま見てる人大丈夫かな。もうカットするとこないぐらい。いや、めっちゃ喋ってるし。いろいろ聞けて嬉しかったです。はい、こちらこそです。ライブの後にありがとうございました。いや、ほんまですよ、ほんまに。ありがとうございます。また機会があれば、はい。機会作りましょう。はい、やりましょう、はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。猪狩さんのチャンネルでほんまにヤバい動画上がってるんでよかったら見てください、はい、ドキドキしました。